こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、MSX のスキーコマンドだぜ。ラベルのイラストからすると戦争ものっぽいけど、スキーってあのスキーよね。ああ、板履いて雪の上を滑るスキーだな。ってことはスキーしながら敵と戦うってこと？ああ、そんな感じのゲームだな。なんか変わったゲームね。そうだな。なかなか他では見ない感じだけど、ジャンルとしてはシューティングゲームになるのかな。てかあんまよくわかってないで買ったっぽいわね。まあ実を言うと駿河屋の福袋買った時についでに買ったものだから、あんまり調べないで買っちゃったからな。やっぱり無駄遣いしてるじゃない。無駄とは失礼な。この世の中に無駄なものなど何一つありはしないんだぜ。ミミズだって、オケラだって、ウプ主だって、みんな生きているんだ、友達なんだぜ。いや意味わかんないから。まあでも軽くは調べてから買ってるぜ。本当に軽くはだけど。で軽く調べたところなんか面白そうだからついでに買ってみたと。ああ、値段も確か1000円ちょっととお手頃だったし。まあそんなに複雑なゲームじゃなさそうだし、とりあえずプレイしてみるぜ。ってことでもろもろセッティングしてスイッチオンです。すんなりついたわね。ああ、端子も綺麗だったから問題なく一発で起動したぜ。また最初の画面出てきてますけど。どうやら何も押さないでいると MSX の起動画面に戻るみたいだな。この後何度か試したけど毎回同じだったし。ってことでぬるっとスタートしました。奥にスクロールしていくタイプのゲームなのね。そうだな。パッと見はレースゲームっぽいな。お、敵が出てきたわね。そして早速一気失ったな。ちなみに操作方法は方向キーで前後左右に移動、B でジャンプ、A で銃を撃つって感じでした。前後には少ししか動けないみたいで、弾は画面内に2発まで撃てるっぽかったです。あとジャンプ中は姿勢制御できないので、飛んだらキャッチするまで向き変えられません。画面端にぶつかってもやられるのね。そうみたいだな。ジャンプするときはその辺も考えないとダメっぽいな。ジャンプは障害物や敵を飛び越えられるみたいだけど、あんまり多用しない方が良さそうな感じかな。そうなのね。いやなんとなくそんな気がしたってだけです。てかこれ結構むずいな。あっという間に3機失ったわね。うん、どうやらコンティニューはないみたいだな。ゲームオーバーになると即最初の画面に戻るのね。そうみたいだな。とりあえずもう一回挑戦します。てかなんか BGM は小さいのに効果音は結構大きいわよね。そうだな。まあその辺はプレイする環境によっても多少変わるだろうけど、ウプ主の環境だと BGM がよく聞こえるようにボリューム上げるとちょっと効果音が大きくなりすぎる感じだったな。ちょっと効果音が大きく聞こえちゃってるかもしれないけど、これ以上音量下げると BGM ほとんど聞こえなくなっちゃうので、気になる方はボリューム絞ってご覧ください。さっきよりはちょっとマシにプレイできてるわね。そうだな。ちょっとは慣れてきたかな。って言ってるそばからやられてるけど。うん、敵の動きがなかなかやらしい感じだぜ。また後がなくなってしまったな。これ一面もクリアできないパターンなんじゃ。いやーさすがに何回かやれば一面くらいはクリアできると思うぜ。多分だけど。あ、言い忘れてたけどこれ面クリア型のゲームみたいです。何ステージくらいあるのかしら。気になったので軽く調べてみたんだけど、ウプ主にはその辺の情報は得られませんでした。あんまり情報ないの？それなりに色々ネットに情報あるんだけど、何面まであるのかはウプ主には見つけられなかったな。お、なんか画面が変わったわね。ステージクリア後はパラシュートで降下しながら敵の基地を狙い撃つボーナスステージになるみたいだぜ。ボーナスステージ一瞬で終わったわね。ああ、なかなか気の抜けないゲームだな。お、2面はヘリも出てくるのね。そうみたいだな。お、一気アップしたな。スコア稼げば一気アップもできるのね。オフ。せっかく一気アップしたのに一瞬で失ったわね。ああ、また後がなくなったな。うわぁ。敵避けて自ら木に当たりに行ったわね。
またゲームオーバーだな。これはウプ主にはなかなか厳しそうなゲームね。そうだな。まあでもさすがにここで諦めるのもなんか嫌なので、この後小1時間くらい練習してみました。一応それなりに頑張ってみたのね。ああ、難しいけど結構楽しかったからな。で、一番進めた時の映像がこちらです。1時間でどれくらい進めるようになったのかしら。まあそれは見てればわかるぜ。なんかやたらと弾撃ちまくってるわね。ああ、一面は下手に狙って撃つより適当に撃ちまくってた方が進みやすかったので、とりあえず常にぶっ刺しときました。いや、練習したくせに一面でいきなり一気失ってるじゃない。長い人生そんなこともあります。まあでも確かに最初よりは危なげなく進めてるわね。ああ、近づかれる前に敵を倒せると障害物を余裕を持って避けられるからな。敵はなるべく早めに遠い位置で倒した方がいいわけね。そうだな。まあ先の面に進むと敵の動きも速くなるからなかなかうまくいかないけどな。ってことでまずは一面クリアです。でボーナスステージです。惜しかったわね。ああ、もうちょっとで3つ全部いけたな。ちなみにウプ主にはボーナスステージで3発命中させることは何度やってもできませんでした。なかなかタイミング難しそうだしね。ああ、上手い人なら難なくいけるんだろうけどな。ってことで2面を進んでいきます。この面も1面同様弾を撃ちまくりながらなるべく近づかれる前に倒していけばまあまあいける感じでした。近づかれると一気に動揺してるのがわかるわね。ああ、敵に近づかれると敵と障害物両方気にしなきゃいけないからやっぱちょっと焦るな。でもだいぶ動きに無駄がなくなってきてるわね。ああ、2面までは何度もプレイしたのでさすがに慣れてきたぜ。ちなみにこの時ウプ主は知らなかったのですが飛んでくるヘリもジャンプして撃てば倒せるっぽいです。そうなのね。ああ、で黒色のヘリは倒した後にパラシュートが出現するのでそれを撃ち落とせば一気アップするみたいだぜ。じゃあ黒いヘリはなるべく倒した方がいいわね。そうだな。まあウプ主は編集時に調べてその事実を知ったのでプレイ時は一切ヘリ倒さなかったけどな。ってことで2面クリアです。今度は真ん中が破壊できなかったわね。ああ、やっぱタイミングむずいな。ってことで3面にやってきました。敵の動きが速くなってるわね。ああ、しかもヘリも弾を撃ってくるようになったのでいきなり難易度が上がったぜ。ほんとだ、ヘリから弾が飛んできてるわね。ああ、3面からはただ撃ちまくってればいいってわけにはいかない感じみたいだな。この辺からはジャンプもうまく使っていかないと厳しい感じだと思うぜ。気がつけばもう後がないわね。ああ、なんとか持ちこたえたいところだな。お、一気アップしたわね。ああ、これでちょっと余裕ができたな。って言ってるそばからやられるんじゃないわよ。余裕ができたんじゃなくて油断したみたいだな。で、ここで集中力が切れて速攻でやられました。つまりウプ主には3面までしか進めなかったってことね。そういうことです。いやー、ゆったりした雰囲気とは裏腹になかなかに難しいゲームだったぜ。これはウプ主にはやっぱりちょっと無理そうな感じね。そうだな。コンティニューもないからウプ主を得意の超粘着質プレイもできないしな。でもこれ難しいは難しいけどなかなか楽しかったぜ。操作性はまずまずいいし、ゲームとしては単純だけどその分なんか癖になるっていうかなんていうか。まあ何にせよ楽しめたのなら良かったわね。ああ、値段も1000円ちょっとで MSX のゲームとしてはお求めやすい価格だったからちょっと不安なところもあったんだけど、思ってたよりは楽しめたな。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.